どうも皆さんこんにちは。イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。流し屋引き物系第63弾はこちら、ミュータントタートルズスーパーメンコ面白さ100倍。ミュータントタートルズですよ。懐かしいですね。もうゲーセンでどれだけやったかね。これゲーセンでありましたよね、アーケードのミュータントタートルズのゲームが。流し屋引き物初メンコでございます。メンコの引き物、しかもこの短冊型のね、メンコってなかなか珍しいんじゃないでしょうか。これ見てください。これメンコなだけにこの厚み上。さあ早速いきましょうかね。初メンコ、ほっ、おっ、いきなりこれと一緒か。ほっ、おっ、ザコキャラショッカーみたいなもんですよね。裏はね、何も書いてないんですよね。1994年か、もう30年前。パッ、お、ミュータントタートルズといえばマンホールでしたっけ。いやでもね、マンホールゲーセンでもなんか地下の場面とかステージとかあったと思いますね。パッ、あ、そうピザが好きやったよな、そういえば。パッ、これはアニメかな。アニメはそんな見てないかな。パッ、お、来ましたね、二刀流。どれ使ってました、ゲーム、ゲーセンの時。僕こいつやったと思うんですけどね、その実手持ち、こいつばっか使ってたような気もすね。来ますねって気もしますね。ちょっ、どの場面か全然わからん。鉄骨、ちょっ、あ、これは当たりか。これは敵のボスみたいな感じやったかな。はい、ちょっ、おっと、これも強そう。名前は書いてないよね。もうこの敵の名前とか全然忘れてるわ。もうちょっ、おっと、来ました、開きましたよ。やたら激しいプリズム。カードでこのプリズムはなかなか綺麗だね。どこや、宝か。トッ、お、ボスっぽい。もう名前がわからない。トッ、お、こいつは有名なやつやん。トッ、はい、出ました。トッ、お、よいしょ。トッ、あ、よいしょ。トッ、あ、よいしょ。やばいな、こっから丸かぶりなんか。パッ、あー、こっから丸かぶりゾーンか。パッ、あ、丸かぶりゾーン入っちゃった。パッ、あはー、折り返しやん、これ半分いって折り返して全部かぶってかぶってなんか。あはっ、あはっ、鉄骨やん。パッ、あー、さい、あー、丸かぶりや。うわー、はっ、あー、ちょっ、あー、15枚いって折り返した、全部一緒パターン。パッ、おい、待ちまーす。パッ、あー、これキラーもかぶるんかな。あ、これは違う。これは違うぞ。流れが変わったところで、はっ、おお、流れが変わったところで来た。来ましたよ、レオナルド。こいつは覚えてますね、名前。確かリーダー格やったと思うんですが、日本と違ってね、赤がリーダーじゃないんですよね。そういうことだけは確か記憶にあります。レオナルド出ましたね。はっ、おっち、これもボスかな。ボスばっかりやな、さっきから。ボスか知らんけど。はっ、おっ、これは、この双子か知らんけど。ということで、せっかくね、メンコを引いたので、メンコをね、ちょっとやってみましょう。この自称、シュレッダー君。自称、私が言うシュレッダー君に、当ててみましょうか。皆さんもね、小学校、幼い頃、メンコ遊びよくやってたと思うんですけど、僕は大体ね、体が大きかったんで、風圧ひっくり返しみたいなのをやってました。もう横でね、ほっと風圧でペランってするやり方と、やっぱ角ですね、角を当てるとペランとひっくり返りやすいという、そういうやり方でした。じゃあやってみましょう。